皆さんこんにちは、マッサです。今回はここまた現れて もらいましょう。はい、リサイクル探検隊の隊長です。リサイクル店に行ってきて、またいろんなものをグッズをゲットしてきました。ということで、今回は主に進撃の巨人のグッズを、ゲットしてきました。本当はもっとまあ無稼働なんですけども、フィギュアを狙って探してきたんですけど、やっぱりありませんでした。僕は兄とハンジを狙ってたんですけど、ありませんでしたね。ということで、その中であったのは、まあ、兄関係であったのはこちらの前の一番くじの、H 賞だるまセットのやつですね。これがしかなりませんでした。兄は、これ兄ですね。兄、そして一緒に入ってるのこれは名前なんだったかね、一番巨大巨人の人のダルマと、あとはこれはライナーですね。鋼鉄やったかな、硬い巨人の、この3人組のやつを買ってきました。まあこの2人はまあちょっとおまけなんですけども、まあ基本兄が欲しかったので買ってきました。この目がいいですね。兄のこの髪型っていうか、この髪とブルーの瞳っていうのはね、ここにはここって書いてますね。ここにはない、これは何て書いたのかな、無難って書いたのかな、ここは屈強って書いてますね。まあこれはまあだ前の一番くじの H 賞ですね。15歳以上僕は買えますね。それともう一個は、こっちは半時関係はこれしかなかったんですね。これは一番くじの相性のロングポストカードって書いてますけどね。これはミカですね。ミカとハンジゾエが入ったやつですね。ハンジも僕好きなキャラの一人なんですけども、これも、フィギュアがなかったので、まあ仕方ないから、これを買ってきました。これは、ハンジだけは飾りたいですね。こっちが兄だったらもっと言うことなかったんですけど、ハンジとミカですね。ハンジもいいですよね。僕は好きなキャラの一人です。ということで、まあ進撃の巨人のグッズはまあなかったので、この2つだったんですけども、ちょうどダイソー行ったらちょうど面白そうなのがあったので、この動物車サメイルカっていうのがありまして、フルバックカーですね。これを一つ買ってきました。というのも後ろに映ってるから分かるように、チャッキーの愛車にするために買ってきました。久しぶりに回ってもらいましょうかね。最近動かしなかったからどうかな。動くかな。ここでしたね。スイッチオン。はい、チャッキーにちょうどいいかなと思って、まあチャッキーを持ち歩いてるわけじゃないですからね、サイズ感がちょっとわからなかったんですけども、多分これいける、乗れるだろうと思って、買ってきました。ちょっと足はちょっと不安定な感じなんですけども、チャッキーにちょうどいい、上手に乗ってるチャッキーみたいですね。これを買ってきました。はい、止まってください。一回試運転してみましょうかね。これはフルバックだからどこまで行くかは分かりませんけども、チャッキーを乗せて、ヒュー、もうちょっとスピード上げようかな。チャッキーが横切ります。ウィーン。はい、テーブルから落ちました。はい、まあこうやって遊ぶもんではないですけども、まあこれバイク何でも乗せれると思いますね。これぐらいのサイズだったら、ちょうどチャッキーもこれ手に持てるような感じだったので、サメ、これは他、これここがブルーのサメと、あとイルカがこのグレーのやつとブルーのやつと、こう4種類ありました。
まあよくあるフルバックのバイクのあれなんですけども、うん、ちょうどチャッキー乗せるのにちょうどいいなと思って買ってきました。なんかこの色かでもなんか映画のジョーズみたいな感じで、アメリカ映画関係みたいな感じで、喉が失礼しました。喉がちょっと詰まってしまいました。すいません。うん、で、買ってきました、うん。チャッキーの愛車ができました。はい。チャッキーもこれでまた大暴れで、いろいろなところを駆けずり回りたいと思います。はい。こういうのをダイソー。あ、ダイソーですね。ダイソーで買ってきました。今回も。いつも行くダイソーです。最近、いつも行くダイソーが、自分で支払うパターンのやつになって、ちょっと手でこう、ずりましたけども、最近そういうのが多いですよね。レジとか。自分でやるピッ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 ってするやつ。まあ、ほとんど GU とか、そういうのは、今そういうのになってるから、もうだいぶ慣れてたんですけども、まあ、ダイソーでも買いなと思って。うん。まあ、自分のこんなおもちゃとか買うときはね、ちょっとダイソーのお姉さんとかに出すのちょっと恥ずかしいので、ちょうど僕にはいいシステムになったんだと思います。それでは今回は、おお、なんかチャッキー似合ってる、それでは今回はチャッキーの愛車になってそうな、サメのフルバックバイク、を買ってきました。あとはそうですね、進撃の巨人グッズを買ってきたという動画でした。はい、また今度もまたいいのが見つけたら買っていきたいと思います。それでは皆さん、今回もありがとうございました。チャッキーでした。サメでした。マサでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。これではチャッキーバイバイでお別れしたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。それではまたね。さようなら。